本当の心を私の秘密基地、はい、夏休み特集みたいになったんですけど、うん、ましたね、うん、前回、はい、えらいゴム跳びの話で盛り上がりまして、うん、それぞれのゴム跳びについて話していたわけですけど、はい、私は前回ですね、その一番最初にしたゴム跳びの演技の話をして、うん、開いてっていう名前の演技で、その次それに慣れてきたらですね、ソ連っていうのがあって、ソ連、はい、今ソ連、ソ連ってあのソ連なんですよね、うん、当時あの 国名のソ連、はい、ソ連って言って飛び始めるんですけど、へえ、あのね、開いてと出だしは一緒の、開いてっていうのとソ連っていうのとトーンは一緒なんですけど、飛び方がちょっとやっぱりソ連だけに難しい、飛び方が難しい、飛び方難しいんです、はいはい、でちょっと途中までしか覚えてないんですけど、前の開いてはゴムを、まずゴムを一回踏んでもう一つ向こうのゴムに飛び移るみたいなのがあったんですけど、もう最初からなんかこう両方踏むんやとか、なんかね、ちょっとソ連はあまりにも難しくて忘れちゃったんです。次がソ連で、あと同時に同時進行であったのがロンド橋ですね。ロンド橋、普通にロンド橋、落ちた落ちたの歌に合わせてピョン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 飛んでいくっていう、へ、はい、まあまあまあ、そんな、その3つだけ覚えててね、あとはちょっと思い出したくなってきたんですけど、今のところまだその3つしか思い出せなくて、うん、開いてとソ連とロンド橋、よく覚えてますね。今思い出しました。やってた人、その年代によってね、やっぱりそのゴム跳びの仕方が違うので、違います。今の話聞いてたらすごく、私そういうソ連なんか全然ソ連知らないし、そうですね、でもその名前つけた人とか、そのね、考えた人とか、誰が考えたんでしょうね、誰が考えたんでしょうね、ほんまにちょっと知りたいですよね。私は知りたいな、ソ連ってなんでソ連やねんとかね、開いても、ま、開いてっていうのもね、開いてなんかよくわかんないですね、今思えば。そうですね、どうしてそのソ連って名前がついたのか、そう、もっと他のね、国の名前になってもいいじゃないですか。そうですよ ね、うん、日本とかはなんかない、日本はない、日本とかは言わなかったんで、パオンさんたちのそのゴム跳びはなんか名前が、技名とかはついてたんですか、こうしたらとか。技名はついてなかった。でもね、そのゴムはね、結構柔らかくてね、割とこう高くてもね、なんていうのかな、こうビュンビュンビュンとこう、なんていうのかな、よく伸びたんですよ。あ、うんうん、伸びてなんか結構なんか飛びやすかった。あ、でだんだんこう下から高さが上がっていくんでね、うん、うん、なんか高くなってもなんかみんな割とあのビュンビュン飛んでます、飛んでた思い出が、うん、みんなよう飛べたんですね、その頃はね。その頃はだからきっと身軽だったというか、うん、うん、だからきっと兄弟がいたらいて、はい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 、お家でなんかこう近所の子が集まってやってたりしたら、うん、きっと男の子もやってたん違うかなと。あ、男の子は基本してませんでしたよね。でもね、私の時はしてたんですよ、男の子はね。男の子何して遊んでてんやろ、みんながゴム跳びしてる間。なんやろうね。あ、なんかね、ボールで当てっこ。あ、ボール。ドッジボールみたいなやつですかね。あの、三期当てって知ってます？三期当て、わかんない。三期ってどういう三期ですか？いや、三期当て、確か三期。あのね、結構ね、激しいそのボールの、あの速度っていうの、ちょっと女の子はちょっと入れないような、あ、やってました。だからゴム跳びは男の子がしない代わりに、その激しいやつやってたと。激しいやつやってた。3期あって2人でするんですか、うん、いっぱいでいっぱいでやって、
で当て合い、あ、分かった、だからそれが3個っていうのなんですよね。 3回当たったら負けみたいな。あ、で結構だから今思い出したんですけど、ドッジボールぐらいの大きなボールを当てっこして、うんうんうん、で3回当たったらもう鬼じゃないけども外に出るみたいな。そう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 、なんかそういう遊びしてたような。それは初めて聞きましたけど。え、本当ですか、はい、それぞれに遊びがね、